はい、こんにちは。中学校1年生の理科の、授業動画、こうして YouTube で配信しています。学習塾ネストの、理科です。よろしくお願いします。はい、前回までの動画ではですね、背骨を持つ動物、脊椎動物と言ってました。で、今日お話しするところは、背骨を持たないそういった動物の仲間についてお話をしていきたいと思います。で、背骨を持たない、まあ、前回の授業で言ったら人とか、まあ、牛、熊、まあ、カエルとか、蛇とか、亀とか、そういうのが背骨を持つ脊椎動物でしたが、それ以外の動物で、まあ、いくつか例を挙げました。例えば、バッタ、エビ、ムカデ、クモなんかがあります、ね、いずれも、まあ、実際に生で見たことがあったりとか、まあ図表や小学校の時の授業なんかで見たことがあるそういったものもあるかと思います、はい、バッタ、エビ、ムカデ、クモですね、はい、まあ、小学生の頃なんかバッタを捕まえに行ったっていうような記憶があったりとか、まあ、エビなんかは、まあ、この形ではないですが、まあ、エビフライとかお寿司のネタになっている場合もあって、まあ、食べたりしますし、ムカデなんかはね、ジメジメした季節なんかに出てきたりとか、ね、結構、まあ、たまに見るとちょっと怖いなと思ったりしますね。クモも小さかったらあんまりなんと思いません。結構大きいものもあったりして、最近はなんかスヤカゲグモでしたね、日本にも毒グモがちょっと入ってきたりとかして、まあ、さまざまなニュースあると思いますが、まあ、少しそういったところにも関心持ちながら、ね、普段の生活とかとリンクさせながら覚えていくと非常に知識が頭に入っていきやすいかなと思います、はい、で、その背骨を持たない無脊椎動物なんですけど、バッタと呼ばれるものは、まあ、小学生の頃に習っていると思います。昆虫類っていうものもこの無脊椎動物に入るんですね。だからバッタとかハチとか、カブトムシとかそういうクワガタとかそういったものは、まあ、頭、胸、腹、まあ、中学生でいうと頭部、胸部、腹部というふうに分かれて、名前を呼んでします、はい、バッタとか昆虫は無脊椎動物です、はい、で、エビ、まあ、甲殻類と呼ばれるものですね。まあ、この昆虫とは違いますが、まあ、体がね、こう殻みたいなのが覆われているというような感じですね。で、よく水中なんかで生活しているものも多いです、はい、それでですね、まあ、このエビとかの仲間だったら例えば、カニとかがありますね。でこういったものを甲殻類と言います。でこの2つに該当しないもので、まあ、ムカデとかクモとかがあるわけですね、はい。まあ、例えば昆虫類の特徴で言えば、まあ、三対の足があったりとかするわけですよね、はい。で、甲殻類なんですが、こいつだけ、まあ、昆虫とかこのムカデとかクモとかとは違って、この甲殻類は水中で生活するものも多いので、このタイプはエラ呼吸のものが多かったりします、はい。で、ここに挙げたこの4種類の、まあ、生物ですね、なんかは外側が、まあ、殻のようなもので覆われています。例えばエビなんかを調理するときに外側の殻を剥いたりしますよね。バッタなんかも、まあ、もちろん人間の手で潰せたりしますけれども、そのことしちゃダメですけど、でも少し体の周りが硬くなっています、はい。で、ムカデとかクモとかも、体の中身の外身の方が外側の方が硬くなってますね、はい。そういった外側を覆うような骨格のことを外骨格と言います、はい。例えば人間なんかであれば中に硬い骨があって外側を筋肉で覆っています。こういったのを内骨格と言いますね。反対に中身が筋肉のようなものがあって外側が硬くなって体を守っている、保護している、そういったタイプを
外骨格と言います。いいですかね。はい。で、外骨格の中で例えばそのね、体を大きくしていくときに外骨格自体は変わらないので、まあ皮を、まあ、脱いでというか、ね、剥がして成長していきます。バッタなんかも脱皮とかね、例えば、まあ、いろんなタイプの、ありますが、まあ、脱皮なんかをして成長していきますね。で、いずれのタイプも子供の増やし方っていうのは卵生です、ね、前回の授業で卵生と胎生ってありましたよね。卵の形で産んで卵から変えて生きていくものが卵生、ね、人のようにお腹の中でね、ある程度大きくなって生まれていく、それを胎生と言いましたね。はい。で、さっき、昆虫の話しました。甲殻類の話しました。で、その他のもの、ね、これら全部外骨格ですね。でも昆虫にも甲殻類にも当てはまらないもので、まあ、クモとかムカデとかがあります。例えばこいつらが昆虫類に入らない理由は足の数が多かったりするわけですよね。はい。でですね、昆虫とか甲殻類っていうのは基本的に、まあ、頭、胸、腹、頭部、胸部、腹部に分かります。まあ、甲殻類なんかでは、まあ、頭と胸が一緒で頭胸部とまとめて呼んだりすることもあります、はい、で一方こっちのムカデとかクモとかは頭部と胴部というふうに分けることができて、胴部の各節ごとに一対の足が存在します。こうムカデとかクモとかのタイプは、はい、でこうした昆虫とか甲殻類、まあ、これムカデとかクモとかその他の部類も含めて、この、まあ、体が節に分かれているんですよね。この昆虫だってエビだって節があるんです。でこういったものの仲間のことを節足動物と言います。だから節足動物っていうのはまず無脊椎動物であります。で無脊椎動物をいろいろ仲間分けしていくときに、あ、体が節で、まあ、分かれている、はい、まあ、背骨を持たず、体や足が多くの、節に分かれている動物のことを節足動物と言いますが、まあ、無脊椎動物の中のうちの一つの種が節足動物で、節足動物の中に昆虫類があったり甲殻類があったり、まあ、その他のものがあったりするわけですよね、はい、で、今日の話は無脊椎動物の節足動物の話をしました。次回は無脊椎動物ですが節足動物ではない、例えば貝とかヒカゲとかイカとかの仲間について話をしていきたいと思います。以上で、今日の動画は終わりです。明日も頑張りましょう。